高村優は、栃木県宇都宮市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。現在は福岡ソフトバンクホークス一軍、投手コーチ。宇都宮市立西小学校時代、クラブチーム、西赤月で野球を始める。宇都宮市立一条中学校を経て、栃木県立宇都宮南高等学校に入学。第58回選抜高等学校野球大会で、 準優勝を果たす。その後、法政大学に進学。野球武道期に、諸角健二がいる。実力は、申し分なくチームのエースとして活躍したシーズンも、あったが、最上級生として迎えたシーズンでは目立った活躍も、なくプロのスカウトにアピールすることができなかった。しかし4年秋、スポーツ紙に、東京6大学野球リーグ戦で150キロを記録したと書かれたこともある。 リーグ戦、通算16勝。1991年のドラフトにおいて、近鉄バファーローズから1位指名を受け、入団。ビデオで高村の投球を見た、近鉄監督、大木明が、スカウトから、競合なしの単独1位で獲得できる状況を、説明されて、本当なのか、と驚いたエピソードもある。百九十二年から十三勝を挙げ、自身と同い年で、 同じ1991年に1位指名の福岡、大英ホークスの若田部健一を抑え新人王に選出される。学生時代、若田部がバルセロナ五輪予選日本代表入りしたのに対し、高村は代表落ちし、ドラフトでも若田部の4球団競合に対し高村は近鉄のみの指名と若田部より低い評価だったが、それを逆転させた。通算勝ち星は、 高村が若田部より12勝多い。しかし2年目以後はチームの低迷もあり2桁勝利を挙げた年はなかった。1993年は2年目のジンクスに陥り、5勝11敗、防御率4.96と不本意な成績でシーズンを終えた。1994年は前半戦2勝6敗と大きく負け越したが、オールスター明けから6連勝を記録するなどチームの 好調の波に乗った。前年同様防御率4点台と安定感を書いたが9勝10敗とやや盛り返した。1995年は故障の影響で10試合の当番で故障4敗の成績で終わった。ただ3関東を記録したほか、防御率は1点台だった。1996年は初の開幕投手を務め4連勝したものの、 その後は勝ち星に恵まれず8月半ばに故障離脱し7勝8敗に止まった。1997年の開幕戦では2年連続開幕投手に指名され大阪ドーム初の公式戦で先発し8回に失点で勝利投手となった。しかしその後は前年とほぼ同じ成績しか残せず勝ち星を一つ上積みして発勝しただけだったが4年ぶりに規定投球回は クリアした。1998年は3年連続で開幕投手を務めたが、負け数が先行し、リーグ最多の14倍を記録した。1999年7月2日の千葉ロッテマリーンズ戦で、それまで無失点と高騰していたが、7回裏に新一、二塁の場面でダブルスチールを仕掛けられ、その時の投球を、的山哲也が保一したために類奏者の大塚明が、 ホームイン。これに切れた高村はグラウンドにグラブを投げつけ、一塁走者の堀光一まで生還させた。この年はホーム開幕投手となったが、膝の手術の影響か制裁をかき、16試合の登板に終わり、3勝6敗、防御率4.24の成績で終わった。2000年も17試合の登板に止まり前年同様3勝しか上げられなかった。 2001年5月1日の対日本ハームファイターズ戦で初回戦闘打者の井手達也に初級を本類打されるも完投。しかしチームは0から1で敗れ史上初の初級負けを記録する。この年近鉄はリーグ優勝を果たしたが高村は5勝9敗防御率4.92と成績を残せず日本シリーズでの登板機会はなかった。2002年も安定感を欠き、 シーズン半ばに中継ぎに回ったりもあったが、29試合の登板で9勝10敗を記録し4年ぶりに規定投球回をクリアした。2003年は当初は先発だったが、前年オフに絶対的な守護神だった大塚昌文が中日ドラゴンズに移籍したことで、抑えを固定できなかったチーム事情からシーズン途中から抑えを任され、急セーブを上げた。二千四年シーズン途中に、 読売ジャイアンツの元木大輔との交換トレードが東京中日スポーツで報じられたが誤報であり、訂正記事が出された。同年は近鉄最後の年となり、オフにオリックスブルーウェーブと合併することが決定した。9月24日、近鉄の本拠地、大阪ドーム主催最終戦で先発投手を務めた。同年は前年序盤以来となる先発に復帰したが、 13試合で2勝2敗、防御率4.75の成績に終わった。2004年オフ、分配ドラフトを経て東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。2005年はわずか1試合しか登板できず、オフに戦力外通告を受けた。戦力外通告後、12球団合同トライアウトに参加し、その後横浜ベイスターズと中日ドラゴンズの入団テストを受ける。 しかし不採用となり、高村と同じく近鉄ドラフト1位でプロ入りし、自身と同時に楽天を自由契約になった小池秀郎と共に、野もベースボールクラブに復帰へ向け参加。2006年10月6日、楽天の二軍投手育成コーチ就任。2009年より同二軍投手コーチ。2012年より再び二軍投手育成コーチ。 2015年より一軍投手コーチ就任するが、チーム防御率リーグ再開に低迷し、同年10月7日退団。11月9日に2016年から福岡ソフトバンクホークスの二軍投手コーチに就任することが発表された。2017年からは一軍投手コーチ。ありがとうございます。